皆さんこんこにちは本日は第2回世界と講演会世界遺産国際ウェビナー海を渡った日本のシルクアメリカとの交流、まあ、こんなテーマでですねパネルディスカッションを行いたいと思います。私は本日のコーディネーターを務めさせていただきます群馬県立女子大学の教授松浦俊孝と申します。 主な専門分野は日本の近代史と産業考古学です続きまして本日のパネリストの皆さんを紹介させていただきますまずお一人目私の日取りの先生ですけれども東京大学名誉教授でいらっしゃいます石井幹治先生です 石井先生は現在群馬県が設置いたしました群馬県立世界遺産センターの名誉顧問も務めていらっしゃいます主な専門分野は日本の近代経済史です続きましてお二人目は城西大学准教授でいらっしゃいます井上直子先生です井上先生は 絹くず糸紡績産業の日本における木工とグローバル市場について研究をされています続きまして3人目海外の方なんですけれども今回アメリカからオンライン参加をお願いしておりますデイビッドウィットナー先生ですウィットナー先生はアメリカの誘致科大学 の歴史研究センターで所長を務めていらっしゃいます近代日本の歴史を研究されておりまして特に明治時代の産業技術それからその技術移転の歴史こんな専門を持っていらっしゃいますそれでは皆さん本日はよろしくお願いいたします えー、これまでですね、えー、事前にあの3つの講演、えー、私の話石井先生の話それからウィットナー先生の話、えー、を聞いていただきました主にあの3つとも日本あるいは日本とアメリカの協業絹をめぐっての共同作業これについてのお話だったんですけれども今 井上先生の方からですね19世紀のヨーロッパの絹工業、まあ、この概要についてお話をいただきました。やはりあのみんなそれぞれですね視点というものがありましていろんな形でですね同じ現象を見ているわけなんですけれども解釈取り方だいぶ違うもんだなっていうふうに見えてまいります。 えー、まあその辺も含めまして、えー、石井先生にですね、えー、今あの講演三つそれから、えー、井上先生のお話がありましたところで、えー、ご感想って言うんですか、えー、まああのちょっとご質問とございましればお願いしたいと思います石井先生お願いいたします、えー。今の井上さんの講演、ヨーロッパの市場の研究、うん、非常に興味深く伺いました。 これまでもあの外国を含めるとヨーロッパの市場の絹市場の研究はあったんでしょうが我々日本の研究者は、まあ、私も含めて不勉強でアメリカについては多少の関心は持っていたんですがヨーロッパについてはよくわからないということで、えー、日本での研究は全体としてて非常にに遅れいいたように思いますそういう意味で、えー、井上先生の報告大変興味深く疑いました。特にあの えー、今回のシンポジウムの目的はあの絹文化といいうものがこう変わってきたんじゃないか日本や中国の生糸が世界市場に売り出されてきたことをきっかけにしてヨーロッパやアメリカの絹文化というのが新しい形をとっていわば民衆化する仮想の民衆にとっても絹は使えるようになってきたということを、まあ、実証できないかということで、えー、ウィットナー先生からはあのアメリカの市場の ここととについてお話を伺うことができましたした今の井上先生のお話で実はアメリカが大量の生糸を輸入してそれをこう民衆の消費に向けていく絹の大衆化をやったという話があのアメリカについては出ているわけですが実はヨーロッパを見るとその前の世紀の19世紀にですね一種の 絹の文化のこう、民衆化が行われたということが、あの今の先生のお話をによって明らかになったように思います。これはあの非常に大きなあの発見、私にとっては発見でありました。特に1860年代からえ何て言いますか？それまでの貴族を中心としたファッションに変わってですね。民衆のトップであるブルジャーの。 ためのファッションというものがヨーロッパでは広がっていくそしてだんだんこういろんなものが作られる中で生糸だけではなくてもっと安い葛糸を使ったファッションも現れるやがてはレイオンの利用も行われるそうやっていろんな形をとりながら絹文化の大衆化が進んだヨーロッパでも進んだんだそれを受けてですねアメリカであのアメリカは 貴族はいませんから初めかららめブルジアの文化であるわけですねでブルジョはないし小ブルジョアの文化としての絹文化というものがこう発展していった。で我々はあの第一次世界大戦の時の,あの資料を見ておりましてアメリカへ行った人がですね「アメリカはすごい」と労働者がみんな絹のシャツを着てると「こんな国は見たことがない」という話で帰ってきて。 いいるととうことを知ってですねまあアメリカの絹の大衆化ってのは第一次大戦をかきとするのかなと思ったんですがどうも松浦先生の報告にもありましたようにえ第一次大戦前からもうそれは起こってたんじゃないかという話になったわけです。さらに今のお話を加えるといや19世紀のヨーロッパでも絹の文化の大衆化が進んでるということであったわけでこれをどういうふうに理解するかっていうのは大きな問題だと思いますね。 やはりあの、まあ、アジアからもこう絹が大量に欧米に輸出されるというのはそれだけ、えー、産業革命の成果としての機械的精子の技術が広がったということがありますけれどもそれだけじゃなくて受け入れる側の文化のありようというものがですねやはり市民革命の影響と言っていいと思うんですが、あのー、大衆の文化というものがこう広がってくる大衆の力がこう増大するに伴って。 絹文化の在り方も民衆化が進んでいく大衆化が進んでいくということがあの明らかにににされれたたように思いますこれは大変大変きな私にとっての発見でしたでそのヨーロッパについて言うとですねアジアからの生糸が大量に入ってくるわけですけれどもどうもあの日本との関係で言うとヨーロッパでは日本の生糸はもちろん輸出されるんですけれども最初はヨーロッパ中心で1880年代まではヨーロッパに行くんですがどうもあんまり伸びない。 で中国の糸があのた,たくさん入ってくるでしかもですね、えー、イタリアの糸がいいものが入ってくるようになったあの、えー、復活した段階で中国からはあの上海の機械製紙というのがですね大量にあの入ってくるでこれは非常にこう質の高い生糸であってですね、えー、日本の生糸ではかなわないということで ヨーロッパ市場ででのアジアジイトっっていうとやっぱり中国なんですねどうしてそういうことになったのかこれは生産の面の比較もできますしまた必要ですし消費の側のヨーロッパの木の織物業の姿っていうものを分析しないと分からない問題だというふうに思いました。 まあこれが井上先生のご報告へのご報告への感想なんですがえ日本の,あの側から見ますと1880年代になるとあの下流出先がアメリカになってままいりますでアメリカと日本というのがこう結びつきが強かったということはえ松村報告でもウィットナー先生の報告でもあの指摘されましたけれども。 私はあのこの日本とアメリカの関係っていうのは二国間だけでは理解してはやっぱりちょっと不十分な点があるとなぜかっていいますとあのアジアトっていった場合にやっぱり中国が先に出てで中国でのキートの改良も進むわけですねで,ですから日本にとっては中国というのは初から終わるまで、まあ、今日に至るまで最強のライバルであり続けた。 それをどういうふうに日本としては認識し乗り越えようとしてきたかっていうことが日本としては非常に重要になってまいります。でそういう意味では競争がなかったんじゃなくて競争を経ながらしかし日米間の関係が強まったこれはなぜなのかなっていうことが問題になるだろうと思います。であの先ほどもちょっと申しました上海のキートが特に問題になるんですがあの 高級なものが作られてくるこの上海とというのはですね、日清戦争前後千八百九十年代に一挙に二十数箇所の大製糸場ができるんです。二十千九百二十きあ千千八百九十六年明治二十九年には二十七の大規模な製糸場ができますが、この窯数はですね八千窯なんですね。平均すると三百窯。つまり富岡製糸場と同大きさとほとんど 同じものが一、ね、つではなくて日本は一つしかないんですけどヨーロッパではあのヨーロッパでごめんなさい中国ではあの27箇所出てきたということでこれがあの富岡と並んで素晴らしい品質の高い生糸を供給する日本のーと生産っていうのはこれにや敗れてどうにもなんなくなるんじゃないかっていうふうなことであの日本にとっては強力なライバルで。 が出現ししたというふうふになりましたでこれはどうして問題になるかというとあの製紙業っていうのはあのこれはイタリアの研究者のフェデリコ先生がおっしゃってるんですがあの途上国向けのつまり低賃金の労働者がたくさんいるような国でフィットするそういう産業であるとなぜかっていうと生糸、えー、産業養産業も含めて考えますと これは非常に労働集約的たくさんの労働力が必要な産業そういう特質を持っているんですねですからあの先端技術機械製紙とかそういったような先端的な技術を手に入れれば競争上途上途国の方が断然有利になるんですで中国と日本というのはあのいろんな文明の発達の差はありますけれどもあの製紙業の産業の発達の程度から言うとあ,のあるいは あの賃金労働者を雇うという意味での,あの資本性的な発展という点から言うとあの賃金水準は中国の方がずっと低いんですねしかもその差は近代にさらに広がっていくということですありますからこの低賃金労働者をいっぱい抱えた中国がたくさんの,あの製紙工場を作り始めたらばですねとても日本はかなわないということであったわけです。 そういう意味で、あの中国との競争が日本にとっては大きな課題であり続けました、まあ、あのそれをどういうふうに日本が乗り越えたかっていうことが日本にとっては大きな問題になるってことだけを指摘しておきたいと思いますす以上です先生石井先生ありがとうございます。 えー、本当にですねあの大衆化の話今日もウィットナー先生の中で随分出てきたんですけれどもそれがヨーロッパでも19世紀に起こり始めていたとあの本当に面白い知見がですね両地域から出てきたなというふうに思うんですけれども。

From the American perspective, uh, the European silk industry is up until 1863 is seen as competition. Uh, and because the Americans were forced to rely on uh, imported raw silk because they could not develop a sericulture industry of their own, um, American silk industry is largely, you know, relies on producing sewing silk, thread. Um, and so the manufactured silk goods up until that point were largely imported. Uh, there's some, there is, of course, some manufacture in the United States, but everything is very expensive. Uh, after 1863, we see increased tariffs uh, and the competition from Europe and reliance on imported raw silk. Um, you see the competition from Europe largely declining uh, over the next 20 years. And correspondingly, we see a growth in the American silk industry, silk manufacturing industries. Um, you know, a lot of this also relies on, as Inoue san pointed out, um, you know, immigrant labor, especially from Britain, uh, but also later Southern and Eastern Europe. Um, and this is the skilled labor that really drives American industry. Uh, but as Ishii Sensei pointed out, it's it was expensive, and so that for American industry, the key was always coming up with a, a less expensive alternative for labor, which was machines. Um, still, you see the most important mills in some of the most important mills in Patterson, New Jersey, are uh, established by uh, immigrants from Great Britain. Um, you know. Initially uh, as we see that the American industry relies on raw silk from Italy, France, China, and then Japan, um, once the American industry turns to power looms, however uh, and you know, running them at very high speeds, uh, they're largely unable to use European raw silk, which is it's much finer in quality and in you know, the denier the thickness. Uh, but it's also full of a lot of defects. That require expensive hand labor to fix, um, whether it's uh, little things that have to be picked out of the silk, or when the silk breaks because it's being put under too much tension by the machine, it has to be tied off. Um, the finer Chinese silks, um, Americans, uh, you know, the American industry classified as country silk, um, and these are things like uh, taffy and tussas, which, while they produce beautiful fabrics, were not really well suited for um, you know, power looms running at high speeds. Um, so, and by and large, uh, this is the state of the American industry up until the, you know, the industry collapses after the great depression and before the second world war, um, regardless. And as you know, as Inouye san points out, you see a lot of import of, uh, French, French peace goods to, uh, the United States, peace goods being um, silk fabrics, broad fabrics that are either manufactured or cut to specific lengths, um, and France, Germany, Switzerland, and Italy are all uh, sending, you know, providing silk goods to the American market from the late 1800s through World War One, uh, but. After the 1880s, that percentage of the total market is very small. It's only about 8% uh, of imp European imports. Um, and France had the largest share uh, all throughout this period until it was overtaken by Japan. Um, the French share on average was about $5 million a year, uh, running from about 1900 to 1917 or so. Um, all that, and by comparison, Italy uh, was only selling about three hundred thousand dollars worth of peace goods to the U.S. each year. Um, Japan, uh, you know, once Japan enters the market, and you know, if you remember the graph from Inoue-san's uh, lecture, you know, you get that peak, and then everybody dropping off, except for Japan, which is going up because uh, the Japanese are selling, uh, you know. 4.5 million or more, uh, even double that uh, in silk peace goods in the United States. Um, but again, it's a very small fraction. It's about 8% of again of the market. So the Americans are producing, you know, about a almost 140 million dollars worth of uh, silk at the time. Um, you know, if if it's okay to talk about a bit about the perspective, American perspectives on raw silk, whether from Japan, China, or Italy, um, you see it in essentially an increasing focus on Japanese raw silk uh, from the 1850s uh, until the end of the market. Uh, Americans initially start importing raw silk from Europe and then China via Europe. Uh, in 1828, again, because there's no industry, but once the French and Italian markets dry up because of the pebrin virus, uh, the United States is forced to rely on Chinese raw silk and then Japanese. Uh, the in many ways, um, Japanese raw silk gave hope to the American industry. Um, the first Japanese raw silk to arrive in the United States was very high quality um but there was a, a, a quick move on a part of a lot of sericulturists to sell silkworm egg cards um which was a fast way to make money uh, and it helped to revive the Italian industry um, but it also caused a decline in the quality of Japanese raw silk as did many producers uh getting involved without paying much attention to the standards um and so Eventually, as we know, the Meiji government steps in to at least admonish um, silk producers, if not regulate silk producers, to produce higher quality raw silk. Um, American manufacturers explicitly prefer Japanese raw silk to Chinese um, and Italian for that matter, uh, but they're still forced to buy a lot of raw silk from China um, for a couple of reasons. One being that Japan couldn't supply enough raw silk for the American market. Um, and when it came down to it on economics, Chinese raw silk was less expensive. Um, Italian raw silk was basically too expensive, and the French had stopped selling it to the Americans by and large, just very, very small amounts. Um, and the Italian raw silk may be provided for 10% of the American market. Um, so they couldn't supply the american needs either um, you know as i mentioned the italian raw silk was really better for hand weaving um, and making finer fabrics than uh, what the americans were doing who were making you know medium and poor quality silk goods um, one interesting point that uh, it comes up over and over again um, if you look at uh, trade journals and uh, even census reports um, is that American attitudes, American silk producers' attitudes towards the Chinese and the Japanese as a people, not towards their silk, but, America, but looking at national character, um, is shaped by the quality of their raw silk. And it's I think it's a very interesting phenomena um, because the reports always show how the Japanese were much more receptive to Trying to improve the quality of raw silk to match American industry needs. Um, and all the Japanese silk producers had quality issues time and time again. Um, the producers responded to American demands uh, and tried to produce silk of a more consistent denier and consistent quality. Uh, and as a result, we're seen as a better people than the chinese having a better moral character and moral fiber because chinese can always rejected american attempts to help modernize their industry so you see this interesting um, kind of evaluation of you know chinese and japanese in terms of their products and and the receptivity of american advice um, it's you know kind of a very classic Victorian attitude, and even late Victorian or even imperialist attitude. But we don't often talk about this or see this in, uh, in the history of the silk industry, at least from what I'm finding in the from the American perspective. But it comes up over and over again in the trade journals uh, and government reports. But again, I thank you both for your, your insights and for the lecture. えー、ウイトナ先生ありがとうございましたあのとても興味深い話だったんです、えー。まああの今あのサニの先生のお話の中でですねやはり、えー、今回あの我々が触れていない部分なんですけれども中国のキートの話っていうのが随分出てまいりました。 私の方からちょっと簡単にこの中国と日本の差ということをですねお話をしておきたいというふうに思うんですけれども一つはあの中国の生糸っていうのは非常に品質が高いあるいはその一方で今ウィットナー先生のお話からありましたようにいや品質はあまり高くないこれ実はの中国でもですね、えー キートの生産地上海を中心とした石井先生が今お話しいただきましたように近代的な機械製紙を中心とした地域それからもう一つは広東を中心といたしました従来の産業的な地域この二つがありまして上海の方は非常にいい糸ができる。それから 関東の方はです、ね、どちらかというと品質というよりも量あるいは輸出というよりも国内向けそんなところもあったのかなというふうに思います。でこれに比べますと日本のキードというのは日本の国内での地域差っていうのはそれほどありませんで全てがですね比較的品質がよく比較的値段が安い。まああの こんな特徴を持っていたのではないかと思います。ですから中国の意図というふうに一言で言ってもですね、その使っている実際に手にした糸でですね、かなり下があったのかなとそんな感想を持ちました。もう一つはですね、日本と中国のアメリカ市場への距離の差です。 えー、一つはやはり、えー、アメリカがですね生糸、えー、産業キート絹織物業を発展させるに、えー、従いましてそれまでヨーロッパを経由してイギリスを経由して、えー、あるいはフランスを経由して、えー、輸入していた生糸がですね太平洋を経由して日本から直接、えー、アメリカに入ってくる。 でこの場合上海から送られる糸よりも横浜から送られる糸の方が平均して2日くらいあるいは3日くらい船で,です、ね、運ぶ時間が短いでこのためにアメリカへのです、ね、輸送するコストがですね15%あるいは20%くらい日本糸の方が安かった、まあ、こんなこともありまして。 えーまあ、単純な分け方をいたしますと中国糸はその地理的な要因からヨーロッパの絹、えー、織物業と結びつきやすかった日本のー絹産業ーキ,ートキートはアメリカの絹織物業と結びつきやすかったでしかもーヨーロッパの絹織物業は、えー、イタリアフランスのいわゆるその高級品

まあ価格の方も中程度であると、まあ、それが生き残りやすかった、まあ、こんなことがあるのかと思います、えー、まあ大ざっぱに見るとこんな中でですね日米の共同というのが出てきたんじゃないかというふうに思うんですけれども、えー、ウィトナ先生の最後のところで、えー、面白いお話がありました。 アメリカの織物業者の方々がですね日本の絹織物生糸業の養蚕業あるいは生糸生産業の業者の努力に対してですね非常にこの好ましく思ってで日本の方を日本の生糸の方をですね中国の生糸よりもまあ感情の上で好ましく思うそんな 話を最後のところにウイトナ先生から今いただいたんですけれども、えーまあ、これまであの経済的な側面からの話を中心にですね、えー、してまいりましたけれども今あのウイトナ先生のお話にもありましたように、えー、非常にこのキートっていうのは高級な織物でありますので文化的社会的ないい意味っていうのを非常に持っているものではないかと。 いいうふうふに思いますで、えー、この高級繊維の視力がですね、えーまあ、大衆化、えー、いわゆるその今までの貴族、えー、すごくお金の持ちの、えー、ブルジョアジーこういう人たちだけのものからですね、えー、もう少しこう普通の人たちの医療になっていくこういう中で えー、今ウィットナー先生からのお話もありましたように、えー、文化的なな意義いいうののも持ち始めるのではないだろうか、まあ、例えばですね、えー、絹のストッキング、まあ、これなんかが入ってくることで、えー、ファッションが大きく変わっていく、まあ、こんな事例なんかもよく惹かれるのではないかと思うんですけれども、えーまあ、こういうふうな現象あるいはマスプロダクション、まあ、これがやはり アメリカを中心となって始まったのではないかというふうに考えております。そんなところからですね今までちょっとこの経済の話を知りに来たんですけれども文化あるいは社会こういった側面からですねシルクあるいはシルクの大衆化っていうものを 考えてみ、えー、たらいかがかなと思います、えー。そんなところでウィットナー先生からちょっとお話を再度伺いたいと思うんですけれども、ウィットナー先生いかがでしょうか。Well, thank you very much for your question、um,。Yeah, I think you know if you look at the、uh, American silk industry,、um, it was really again it was made possible.、Uh, By large quantities of Russell coming in from Japan uh, at a good price. Um, but it, this enabled the industry to basically turn what was once a luxury textile into what's been called a middle class habit, um, where silk stockings, silk clothing, and accessories became necessities and were standards in any woman's wardrobe uh, and in many men's as well. Um, socks, not stockings. Um, I think if you look uh, you know in the beginning of the, the 20th century, um, I think in many ways this is the function, you know this this transformation um, and of silk to becoming uh, a necessity rather than a luxury uh, is based on two industries really. One is the silk manufacturers with their ability to mass produce, a wide range of silk goods at, at low costs, and then retailers, uh, you know, the owners of major department stores, um, who, along with advertisers, who and I quote, trained women to demand silk and silk goods, silk stockings. Uh, and so, you know, you you see, uh, you know, stockings especially becoming almost a symbol. Of the age, whether it's before uh, the First World War, and especially afterwards, um, stockings start come to define uh, flappers, you know, American moga, uh, who wear them rolled down um, to show skin as well as stockings, but they become a kind of symbol of liberation and freedom in America as well. Um, I think one of the interesting things with the silk industry is that um, it turns fashions around in many ways. Because originally, uh, in the um, I think it's quite remarkable because the silk industry was industry was originally subject to the whims of fashion, uh, and you literally would have manufacturers um, losing tremendous amounts of money if fashion changed and they didn't respond quickly enough. Um, And they would be unable to sell, you know, fashion items that they produced that were no longer fashionable. Um, by the late 19th and early 20th centuries, however, um, the silk industry seems to have created a more equal relationship through mass production and lower prices. Um, you still have some sectors of the industry, like you know, silk lace, um, really remained market dependent. But there seems to have been a move toward industry driven fashion, um, or at least the Americanization of silk fashions. Uh, so, you know, going for less expensive, more plain fabric, uh, as Inoue-sans, you know, since I spoke about. Um, but you also see in trade journals um, that every, every issue of uh, like the trade journal silk or the journal of the american silk association, features articles, uh, photographs of the latest silk fashions from france. yet the industry observers say that new york, not paris, becomes the center of american fashion trends. Um, and as a result, you see uh, producers, you know, manufacturers, um, producing american fashions that may reflect, what's going on in europe in paris but they're claiming at least to be distinctly new yorker american fashions um, you know as i said you see this with stockings you see this with clothing and even with the lining of jackets for men uh, and dresses for women um, and it ties back into japan again because not just raw silk but uh, americans were importing uh, a lot of habutai fabrics you know silk fabric to line um, first there was a craze for it just as for garments but then as a lining for dresses um, and you know the americans admitted they couldn't compete with that market it was just too inexpensive to import um but answering kind of the the needs of american industry um the fashion industry removes the linings after world war one they remove the linings from uh, a lot of dresses the habutai linings so that the you know as, as to allow the american industry to can kind of maintain a larger section of the industry um but you know we we mentioned this in the previous discussions um you know how essential silk becomes to uh, American fashion, but also for um, uh, the American war effort during World War One, uh, and you know for relations between the United States and Japan, uh, all based on this popularization of silk. So that the um, American War Industries Board and the War Trade Boards um, during World War I never classify. Um, silk is a luxury as, as a necessity. Um, it's still a luxury item, but it's the only luxury item that continues to be imported into the United States, um, and in this case from Japan, uh, but it's for diplomatic reasons. So you see this, what starts as a luxury, you know, all the way back in history that slowly transforms into, um, you know, a Popular item, an uh, item that is, you know, a part of every middle-class woman's wardrobe and even upper-working-class woman's wardrobe, um, that is also becomes really this. You see, silk diplomacy uh, between the United States and Japan uh, in a very positive way during World War One, uh, because the Americans had to rely on Japan for shipping. ウイトナ先生ありがとうございました。えー、いろいろなその視点あるいは観点あるいは歴史のですね、えー、なんていうんですかその事実の解釈っていうのがあるんだなっていうふうに改めて、えー、感じたしたいです。 それでは石井先生いかがでしょうか今までの,あの話議論を聞いていただきまして、ええ、あ大変興味深く伺いただきました <laughs>、えー、あと私はあの文化面社会面の分岐をあまりやってないので、ま、経済の話になってしまうんですけれども一つのポイントはですねあの私なんかあるいは松岡さんもかつてはそうだったかもしれませんがあの世界遺産の登録を据えようとした時に あの世界的にあの絹文化の民衆化大衆化が起こるのは第一次大戦を活気にしてじゃないかなというふうにあの考えてた節があります。ただあのえ松原先生は今日は報告の中でえアメリカがこう第一次大戦前にえ世界でのトップクラスの,あの富裕国になったと豊かな国になったということを考えると。 大衆化というものを第一次大戦前から、すでに起こってたのではないかということをちょっと言われて。で、広い意味での大衆化は、あの、ヨーロッパでも、千八百六十年代以降起こってるというのが。今日の井上さんのご報告だったわけですね。そういうことを考えますと。例えば、千九百十三年という年に。アメリカは本当に、世界最高の。一人当たりの。あの。 GDP だったのかかどうということがが問題にななるような気がしますであの,この点についてはあのアンガス・マディソンという人があの経済統計で見る世界経済2000年史というあの有名な本を最近書いておりまして2000年の長期にわたって世界の各国がですね GDP っていう、まあ、統一的な基準で、えー、ランキングしてみるっていうことをやってのけてるわけですね。それで見ますと 1913年当時明らかにアメリカは世界のトップです主要国で見るとあの1人当たり5,000ドルですねでイギリスの4,900ドルを抜いてトップになってますでフランスが3,000ドルイタリアが2,000ドルドイツが3,000ドルに急上昇する日本はまあ1,000ドル台というそういう格差があるんですけれども私が注目したいのはアメリカは1870年当時はイギリスの 3000ドルに対して2000ドルというあの第二につけてたのが1913年の第一次大戦が始まる前の年に世界一になっているということです。でこれはあのアメリカの経済文化の対照かっていますが進んだとすると第一次大戦前から。 どうもこれは想像ですけれども仮説として考えられるのかなっていうので松浦先生があの大戦前だ世界のトップだっておっしゃってたのは数字的にも言われてるわけなんでそこから考えるとですねあのアメリカでの絹の普及っていうのはあの第一次大戦前にも既に起こってるんじゃないかな。 ただあのひ非常に目立つのは第一次大戦の最中なんですねアメリカの男性が戦争に行っちゃいますから女性が働きに出るわけです外に。そうするとあのスカートの長いのはあの危ないっていうのでみんな短くなる足が出ちゃうのでキルのストッキングでカバーするっていうことがよく言われたわけでそういうアメリカの戦時経済の女性の協力これが同時に ウィットナー先生の言われた女性の社会的進出解放につながってくるわけですけれどもそういうことが資料の面ではたくくさんん出てくるんですねですから第一次大戦からかなと思ったんですがもうちょっと前から連続的に考えた方がいいかなっていうことをあの私はあの今までのお話を伺って井上先生の話あるいはウィットナー先生のお話を伺ってもうちょっと連続的に歴史を捉えてもいいのかなっていうふうに 思いましたので、その点これからはさらにあの証拠ですね、あのアメリカの市場で誰がどういう風な毛の製品を使ってたかということを調べていきたいなというふうに思っております。以上です。失礼しました、えー。井上先生どうでしょうか。やはり今日日米の話が中心になってしまったんですけれども、少しあのヨーロッパの視点あたりから今の話どんなふうに受け止められたでしょうか。 お願いいたします。はい、あのまずですね。そのストッキングっていう最終製品に面白さを感じるんですよね。ストッキングっていうのは他のあのドレスとかとは全然違くてとてもこう。記号的っていうか、その絹の均質性とか太さとかでこう。即質が決まってくるっていうで、そこにはそのスタイルとか。 デザインとかもほとんどの場合は関係がなくてそういうそのすごく工業的な最終製品をアメリカと日本の協業で作り出していたっていうのが面白く感じるんですね。 20世紀はレイヨンとかの方がむしろ研究してるんですけれどもレイヨンの場合20年代に1920年代に品質が非常に向上しますで価格も生糸の3分の1になるので絹は織物用ではもうすでにレイヨンに対抗できないわけですよねで1938年には絹の総消費のもう7割ぐらいがストッキングに移行しますけれどもそれはもうその段階ではもはや 私が考える分にはもう絹である必然性ってあんまりなくなってたんじゃないかなと思うんですね。で、あのー、その38年っていうのはすごい象徴的でこの年にナイロンって発表されるんですけどで40年代から販売されるんですけどもあのもうナイロンにあの置き換えられていく段階にあ,のあります。で こうやってその絹が持ってる意味っていうのは私が今日あのお話ししたところでこう徐々に徐々にこう変わってっているように思いました。で実はその1860年代っていうの一つあの出てましたけれどもあの少しあの私が考えていることとしてその。ていることとして。 絹の剣微飼を作るっていうのがあのコーマも含めてですねすべてその機械化されて、えー、まあオートメーションでこうできるようになるのがまあそのくらいなんですね。 でえー、私はだからこの辺でこう絹の民衆化っていうのが決定的に進んだんじゃないかなっていうのを考えていてでそれはあの適当に言ってるわけではなくてその顕微飼の機械化に関わった人たちの中からイギリスでですね他のどこよりも早くレーヨンを産業化するっていう動きが始まるんですね。でもそこではあのレーヨンでいいんですねもうあの絹である必要もなかった。 なのでそので、そ絹がフランスの,あの高級絹織物が持っていたような意味合いをこの19世紀の半ばに徐々に徐々にこう解体されていくというか例えば権力とか富とか伝統とか神秘性とかその写史的な象徴性とかそういうものがどん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 こう削られていって。 まあマスをあの満足させるような輝きというかこうスパークルみたいなものが残ってそれを安く大量にこう消費するような時代に入ってったんじゃないかなっていうのをちょっと個人的には考えていたので今日それをそのアメリカ側と日本側の,あのお話を聞いてこうつなげて考えていくことができるようになったのですごくあの面白く感じています。 あの絹の大衆化って実はですね日本国内に限って言うともう18世紀の初め頃、えー、から始まってるんじゃないか。例えばあの越後屋っていう三、まあ、井呉服店ですねこれが江戸の真ん中に開業いたしましてそ,その当時も呉服っていうのはこれ絹の服,服のことを呉服っていうんですけれども呉服をですね一般の普通の何でもない人に 通りりががかりの人にに売売るという商でですすね18世紀には江戸で成立をしますで、えー、おそらく世界でもですね日本人はあるいは中国人の一部もそうだと思うんですけれども、えー、一番最初にその絹を普通に使い始めた、まあ、ある意味で言えば大衆化した、えー、国民あるいは、えー、民族だったんじゃないかっていうふうに 思うんですけれども、まあ、これはもちろんあの当時の日本のことですから、えー、普通,普通の,あの和服っていうんですか長着として着用をしてたわけですよねですから江戸時代の,あの江戸に出た金礼なんかを見ていましてもですね、えー、絹の服までは着ていいよとただその絹をさらに加工したり豪華な刺繍をしたのはこれはダメだよとそんな金礼がですね、えー あの店舗のおふれ書き修正なんかに結構見られるんですね。ですから、えー、そういう意味であのキっていうのは。 えー、日本あたりあるいは中国あたりからですね大衆化が始まってそして、えー、ヨーロッパにもそれが普及するんですけれどもおそらくヨーロッパではですね絹の大衆化の前にワンクッションありましてそれが、えー、井上先生さっきおっしゃってました、えー、薄い面、えー、いわゆるそのひらひらしたタフ,、えー、タフタと、えー、じゃないですね、えー、モスリンと呼ばれるような、えー、薄い面これがですね一時入ってきてるのがあって絹に 移行してるんですけれども、まあ、この薄くてヒラヒラした布っていうのがやはり、えー、ウールを中心とした文化のとこでは憧れだったんじゃないだろうか、まあ、それが、えーきえー、綿それから絹そしてナイロン合成に移っていくっていう文化の流れなのかなというふうに思うんですけれども、えーまあ、ともあれ、えー、日本の 生産した木と絹っていうのがですねアメリカにおいてこの大衆化っていう方向をですね決定づけたでまたそのアメリカの絹織物業の巨大さっていうのが世界をですねその方向に持っていったでその象徴がストッキングであるっていうふうなところまで話の方は進んできたんじゃないかなというふうに思っております。 えーまあ、そんなふうにあの大雑把にまとめてみ、えー、たんですけれども、えー、それではですねこれまでの議論を踏まえまして、えー、各先生方あのもう少し、えー、この点どうなんだとちょっとこうお大雑把な概論ばっかりやってきてるもんですから、えー、その辺ありましたらご質問の方をお願いしたいと思いますせお石井先生お願いいたします。 キートが世界的に普及して大衆化していく過程っていうのはキートがこう世界商品として国際貿易の重要な対象になったっていうことであるとでそことの競争の中で日本糸とキ中国糸を分けたのは、まあ、輸送のルートの違いだろうということを松浦先生がおっしゃったんですがそれに関連してですね、あのー、キート輸送をできるだけ早く 行うことが必要だったというのはなぜなのかということを一つ考えてみたいと思うんですねでこの点についてえっ、ー、とちょっと面白い資料があったので、えー、出していただけますでしょうか,ょうかこれは日米間のピート輸送の迅速化についてというあの えー、飛行機でもってですねキートの船に証券というものを運ぶという記事が1924年の「産業新報」という雑誌に出ておったんでそれをちょっと引用したんですがこれ出ませんかこれどういうことを言ってるかと言いますと、あのー、アメリカにキートを輸送するのをできるだけ早くしようという競争を船会社の方でもやっておりまして。 あのあこれです、ね、えー、そうですこ,この記事なんですけれどもあのもう本当数時間を争って大急ぎでキーとアメリカのニューヨークまで届けるということを日本の,あの横浜から出発する船会社がお互いに競争しているということでその中の一社がですねまずあの横浜から行ってカナダの,あのビクトリアに入るんですけども。 そこからアメリカの,あのシャトルに行くとそこからシークトレーンでニューヨークへっていうルートなんですがそのカナダに着いた時にですね、あのー、アメリカに、まあ、持ってくのが最後なんでアメリカに着いた時、えー、ちょっとあの南下してアメリカのシャトルに着いた,着いた時にですね手続きができるだけ早くできるようにビクトリアからあの飛行機を飛ばしてですね、まあ、80回りあるんですけどシャトルにこう運ぶ。 そうすると、キートがアメリカのシャトル港に着いたときの荷物を降ろす手続きがあのかなり手,手間取るんですけど、その関係書類を飛行機で先に運んでおくと、ですね入けが非常に簡単に済んで、えー、鉄道でニューヨークへ、まあ、シルクトレーンで輸送するということが行われるようになった、もしかすると将来はキートまで飛行機で運ぶかもしれないっていう,うな、そういう,こう時間を 非常に重視するあのが出てたんですね。で,なんでそんなに時間が大事なのかっていうことなんですけれども当時の,あの貿易商社の取引を見てみますともうこれは1870年代からそうですが海底電線が通じて生糸の,の生産と需要の間があの太平洋あるいは大西洋インド洋そういうところを通って。 あの海底電線で同時につながってるんですねですから欧米の,あの貿易商社ってのはどうやるかっていうとニューヨークのキート輸入商から日本のキートを買ってくれと言われた時にあのよ初めて横浜でキートを買って利益としてはコミッション手数料だけを手に入れるということをやったわけですところが日本の商社は三井物産に代表されますがあのキート価格が上がりそうだっていう時にですね 注文が来る前に自分で買っちゃうんでです自分でキートを買い占めて横浜の安いキートまもなく上がるだろうという見込みがあるときにどんどん買うんですねでそしてアメリカに送って移送してる最中にニューヨーク支店でもって販売契約を結ぶとそうするとだんだん上がっていきますからあの手数料だけじゃなくて売買価格の差もです、ね、利益になるんですね。 でこれはあの当時のコミッションマーちャンとこそが近代商人の典型だというふうな考え方海底電線が通じてから以降の近代商人のルールにこう反するルールっていうか別に決まったわけじゃないんですがあのやり方に反するやり方なんですがあのそれをやってるんですね。でもしもその輸送してる最中に株が予期に反して下がっちゃった場合にはですね場合によっては損失が出るかもしれない。 でもそのリスクを背負いながら利益を目指してあの売買をやってるんですですからそうすると、あのー、輸送時間がが短短けければ短いだでですすねねそれのリスクが小さくなるんです、ね、でこうやって、あのー、日本の商社はですね、あのー、欧米の商社を圧倒して三井物産三井商事等々が圧倒していくんですが同時に日本商社もあの失敗するお金もたくさん出てくるということになります。 でこういう取引っというのは海底電線があのできる前は、買って、安く買って高く売るという、そういうやり方が普通のやり方で、例えば中国のお茶を買って、ですね、ロンドンに持ってって高く売る、これはティークリッパーズっていうあの茶を運ぶ専門の高速の帆船がですね、上海からこうずっと季節になりますと、希望法を回ってロンドンまで行くんですね。 ティークリッパーズの競争が、まあ、手数料が原則に変わったはずの20世紀にまた現れてきてるということではないかというふうに言われてるんですが、まあ、そういう点であの時間の差っていうものがですね非常に大事になってそれをもとにして、えー、日本の商社っていうのはあの気づいそうで莫大なな利益を上げるようになった一番莫大な利益を上げたのが三井家の三井物産これはさっきの「1500復点」の更新です。 ちょっとそういういコメント、えー、石そらくあの先、ー、その前ですか、えー、ウィットナー先生からありましたように日本のおーキートの輸出業者あるいは日本の、えー、キートの生産業者非常にそのアメリカ市場を大事にしてです、ね、アメリカとの関係をいろいろ考えて工夫をしてるって、まあ、その一つのお例になるのかなっていうふうにも思うんですけれども。 えーまあ、あの時間の方もなくなってまいりましたので、えー、今あの、これまでの議論につきましてですねじゃ井上先生何かあればお願いできますか。あはい、えーっとですね、あの日本の 日本の絹の民衆化についてもちょっと今お話が流れがあったので一言コメントさせていただきますとあの私が日本の絹の民衆化でこうある程度その量がですねあの確認できる最終製品としてあの名銭っていうのは着物のことを考えていたんですねで名銭っていうのは日本で検紙紡績があのまあ根付いてでその機械化がまあうまくいってだんだん規模も大きくなっていきますであれよあれよという間にですね まあフランスを追い抜いて世界ナンバーワンになるんですけれどもまあフランスはあの追い抜かれたっていうよりも先ほど申しましたようにあの自らですねもう停止するんですね令四に移行していきます。であのそういう背景で日本の顕微師がまあ成長してでそれがその最終製品として名戦着物にあの結実したわけです。であの流れっていうのは私が見ている19世紀半ばの,あのイギリスの流れにこう まあ何十年か経ってですね、同じようなことが日本でも起こっていくんだなっていうのを確認できたので非常にあの面白くあの見ています。であのこのメーセンがですね実は顕微騒士で30年代にわあと日本中で大流行していくっていうのは日本に来る前にですねあのイタリアでそういう事実を知りました。 顕微鏡に関してもともと私研究してたわけではなくて、まあ、イタリアの北東部で留学生活を送ってたんですがそこにですねあまりにも日本関係の資料が多かったもんですから、まあ、不思議だなと思ってたんですね。そそれがですねあの実はその日本側からを あのどういうふうに機械化して日本で取り入れるかっていうことで、えー、まあだいぶこう調査してたみたいなんですでその時にですねイタリアの,あの北東部の,あの当時はオーストリアですけれども、えー、そのゴリツヤという町に滞在した人たちがいたとでその時のです、ね、資料が残ってるんですよね。 でえ実はそのその瞬間その数か月間だけじゃなくて日本に彼らが帰ってからもずっとそのイタリア側との交流が続いていたっていうことも分かりましたでそれがその,の1920年代30年代の,あの日本とヨーロッパの間で、えーまあ、競争関係にあったとは思うんですけれども実はその人間関係もずっと続いていたっていうようなことをあの、まあ、知ることになりました。そそれがその、まあ、日本で、えー、とあの何十年か前 前際にヨーロッパで起こっていたことがあのそのままこうあの同じように起こっていくというのを見つけるきっかけになったんですね。えー、ということですので、えー、ちょっとここの,あの話っていうのはなのでちょっとこれからもっともっとこうあの裾野を広げて、えー、いろいろな比較研究につながっていくんじゃないかなっていうそういう可能性を感じてワクワクしています。以上ですありがとうございました えー、本当にあのいろんな分野に広がりそうだなと思うんですけれども、ウイットラ先生いかがでしょうか、えー。今までのお話聞かれて。y e a I think because as a as a cultural historian,、um, you know, the I I find this whole episode of Japanese American、uh, relations to be absolutely fascinating.、Um, you know, because that And for me, that's it's the relationship between, between the United States and Japan uh, that's created by the raw silk trade uh, that is in many ways most important. Um, you know, the I think we understand, we know the economics of it, uh, and I cited more statistics in this talk and the previous talk than I think I've I ever have in 30 years. Of my career, um, but uh, I think today's discussion, you know, really shows how silk relations went beyond just raw silk and included, um, you know, the exchange and development of industrial technologies, of transportation technologies, as you know Ishi, Ishi Sensei was just describing. Um, but for both the U.S. and Japan, um, and but it's also see I think important to look at the ways that uh the ways that the, the raw silk trade uh influenced social and cultural assessments of uh both as I mentioned before Chinese and Japanese national character um and so much so that how it positively influenced American views of Japan as this progressive uh modern country um you know that and uh finally I think raw silk is also um it's more than an integral component of the U.S.-Japan trade, but it's also part of diplomatic relations at the turn of the century. Uh, certainly, throughout World War I, um, and you know, ultimately, I think America turns inwards with the Great Depression, um, and you see this great effect on Japanese, on Japan, both in the countryside and all the, the families that are producing uh, cocoons that are to be processed at mills such as Tomioka. Um, but I really think there's uh, more to be explored by looking at these kind of the relationship beyond um, you know, how we already assess it economically. Um, in it to, uh, and even in terms of labor, I think there's a lot to be learned about the industry, um, as everybody has talked about in their, in their own parts of the discussion. Um, if I may, I'd, I'd like to say thank you to uh, the symposium sponsors for allowing me to participate in this. Uh, you know, Kondo san, the Gunma Prefecture World Heritage Visitor Center, Sikaito, um, the Cultural Promotion Division of Gunma Prefecture, and especially Ishii sensei, Matura sensei, Inoue sensei, and also Yamauchi san. Um, but thank you very much. But I've found this fascinating and ウイト先先生生ありりがががとううございいまます、えー、最後になしした一一つ一言 <laughs> いかがでしょうかでょもう散々喋ったのであんまり申し上げることないんですがやはりあの今までの研究というのは原料のキートの方から <laughs> 見るということでやってきたんですけれども製品の絹製品 のサイトからですね需要の側面も含めて需要側でどういうふうにキートを使ったかということの研究がですねまあ足りなかったのでこれからぜひそういうものを進めていきたいなというふうに思いますそうするとああのま生産者と需要者側の国際貿易のあり方国際関係のあり方えということも視野が広がってまいりますでしょうしあの面白い研究ができるのではないかと思いますそれに付け加えて私が申し上げたかったのは あの両,両者をつなぐですね、あの流通の問題もですね、これはあの貿易ですから。あの流通そのものの問題なんで、あのそこがどうなっているかということは、あのグローバリゼーションの中で。何がどうなったかっていうことを調べる上で、非常に大事な点になるかなと思います。で私は三井財閥の研究も多少やったことがあるんですけれども。先ほど松浦さんの言われた、あの、三井五福店が江戸でもって、えー 絹消費の大衆化の先駆者だったっていうのは私初めて聞いたんですけど確かにそう言われるような問題もありますしあの富岡製糸場っていうのは寛永から払い下げた先が三井家だったんですねで三井家はしばらく生糸を作る方に一生懸命富岡以外にも似たような名古屋の製糸場等々を作ってあの日本最大の製糸化になるんです一時期は。ところがどういういわけか 2年に手放して横浜の原合名会社に貸してし,まってしまうんですが自分は何をやったかっていうとあの生産よりも流通で儲けようというのが三井ダイバスの増田隆なんかの考え方でそちらでもって世界最大のあのーの貿易業者になるんですね。でですからそれは三のの発展の歴史を調べた場合でもやっぱり あの石炭とか米とかではなくて、綿花とか綿紙、そして生糸、こういうものにこう移行してあの、そこで利益をこうえ売るようにいろいろ工夫をしたっていう、そこが水で出せるとしても大事な問題点になってくるので、そういうことも少しあの調べていったら、いろんな面白い問題が分かってくるんじゃないかなというふうに思いました以上です、えー、石井先生ありがとうございました。 えー、それではですね、えー、このシンポジウムパネルの方もですね、えー、だいぶ時間の方をオーバーして、えー、大変活発な議論を行わせていただきました。 えまあ最終的にですねこれというまとまったものないんですけれどもただあの今日の議論通して分かりましたのは我々富岡製糸場と絹産業遺産群という世界遺産を何とかつなぐえ作り出すことができました。ででででもそれ遺遺跡や遺産や産建物を残ししただけでおしまいでは なくてですねやはりそれをもう一回掘り下げてみるとこのぐらいいろいろな問題あるいは研究課題あるいは考えなければいけないことたくさん出てきておりますその意味でも本当に世界遺産を世界遺産にこれからもしていくあるいは世界遺産になった意義をつなげていくそういう意味でですねこのようなシンポジウムあるいは研究っていうのはもっと広く深く進めていかなければならないんじゃないかと。 いうふうに思っておる次第です先生方今日は本当にありがとうございましたこれでシンポジウムの方を閉じたいと思います Thank you very much